マイク大丈夫ですか？ちょっと立ってるので今マイクの位置が心配ですが大丈夫そう。あ、よかったよかった。いやー、さっきぶりだな。俺様が二次三次所属天才系メンバーチャルライバー漆黒の捕食者ダークネスイーター、すなわち D こと鈴木まさるやぞ。さっきぶり、良い昼、良い夕方。はい、なんとさっきツボを終えて1階に降りたらリングフィットアドベンチャー届いてた。届いてたよ、やった。なので俺はちょっと我慢ができないので、だっておもちゃ届いてさ、開けちゃダメはここだよ、開けたいじゃん。テトリスね、俺任天堂のネットワークの会員切れちゃっててできなかった。入れるだけ入れてあるけどオンライン対戦ができないからね、遊べなくなっちゃった。テトリス一回も起動してないのに。そう、あ、入ってるじゃん、一回ぐらいやってみようかなってやったらね、課金切れてた、ダメだった。で、開けちゃいました、リングフィットアドベンチャー。ちょっと待ってね、ガサガサ、今足元にあるの。ぶっちゃけ CM しか見てなくて、概要全然知らないんだ。だからちょっとチュートリアルとかまだ設置もよくわかんないので、見ながらやっていきたいと思います。お願いします。あ、そう、ピカブ一応買ってはあるんだけどまだ起動してない。でっかいピカチュウ欲しくて、でこうやってやるのかな。あれ、 A で始める、結構きつい。あ、本当に？なんだっけ、神田さんとおとぎばらさんがやったんだっけ。俺見てないんだ、自分で初見やりたいからって思って。よいしょ、これできついってやばくない？マジで？マジか。まあ俺だよ、なんとかなるじゃろ、俺ですよ。あ、音楽切ろう。えい、マサル1時間持たない。は？俺の体力を舐めてもらっちゃ困るね。ドキドキでん、始まる始まる。リングポン、レッグバンド、はい、左右のジョイコンを用意しましょう。はい、あります、準備してあります。レッグバンドの準備です。かっこいい。画面を見ながら装着しましょう。はい、左レッグバンドに左のジョイコンをしっかりと奥まで差し込みましょう。はい、はい、あ、待って、早いよ。入れた、しまった。椅子に座ります。椅子、椅子いるの？はい、座った。レッグバンドを左の太ももの中心に合わせます。はい、中心からずれないように注意してください。はい、バンドを太ももに巻きつけます。どうなってんのこれ。最初からループしてんだけど、ちょっと待って。先端を縦長の穴に通します。早い早い早い、オッケー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 。最初から輪っかになってたからさ、右側に引っ張りながら先端を貼り付けます。はい、できた、オッケー。レッグバンドが装着できました。できました。バンドが緩い場合は締め直してください。はい、大丈夫、ベリベリ、俺に任せろ、ベリベリ、バリバリ。太ももの中心に装着されていることを確認しましょう。うん、太ももの中心だよ。続いてリングコンの準備です。はい、リングコンあります。右のジョイコンをスライドさせリングコンに装着します。スライド、え、カチッと音が鳴るまでスライドさせましょう。どこ、 あ、これか。よいしょ、リングコンの完成です。
コントローラーの更新が必要です。更新します。はい。更新。更新だって。ちょっと待って。更新しなきゃダメだって。許して。29%。え、待って、リングコンが震えた、動いた、え、ブルってしたんだけど、はあ、動いた、市長生きてる、こいつ、こいつ動くぞ、バイブついてんの、え、すごい、へえ、まさかそんなわけって思うじゃん、生きてるよこいつ、子供感じる、あったかい気がしてきた、俺が握ってるだけあったかい気がする、なんかコントローラーや本体触らずにお待ちください、あ、すいません、ずっとリングコン握ってたって話した、大丈夫かな、完了しました、よかったです、え、そんな曲げていいの、大丈夫、え、あ、大丈夫なんだ、へえ。パキっていきそうなのに結構丈夫なんだ、また震えた、平らなところに置いてしばらく静止、床でいい、はい、置いた、これが水平、大地を感じる、え、押し込んでください、置けって言ったり持てって言ったり忙しいな、よいしょー、え、なにこれすごい、え、え、これ、え、シンクロしてんだけど、は、え、俺のさ持ってる動き、動く、え、すごい、画面の中のさリングコンが同じ動きする、え、足もこれ、え、すげー、なにこれ、なんでわかるの、よくわかるな、え、俺がどうやって持ってるかさ、みんなに丸見えじゃん、すげー、見てこれ、地球儀、地球儀、ダークネス地球儀、地球儀の動き、天体観測、ヒュー、かっこいい、いいね、いいぞ、テンション上がる、へえ、あれ、なんかちょっとシンクロおかしくなった、大丈夫これ、今俺まっすぐ持ってるんだけど横向きになっちゃった、回しすぎたこれ、大丈夫、押し込んでスタート、何押し込むの、こういうこと？うぐーってすんの？うぇー！え？これでカーソル移動？グーってしたら決定で、うーって離したらキャンセルで、移動でカーソル動く。はい、次へ。お子様がプレイするときは保護者の方が必ず付き添ってください。わかった。俺は保護者。十分な準備運動を行ってから無理のない範囲でプレイしてください。さっきいっぱい山に登ったから準備運動大丈夫。強い痛みや異常を感じたらすぐにプレイをやめてください。了解です。母さん、さっき帰ってきたけど、姉貴と一緒にさっき飯食いに行っちゃった。今家に俺だけ。オンライン機能やアラーム設定。へー、すげえ。至れり尽くせり。ああ、ほうほう、やっぱアドベンチャーだよね、やるぜ、 A D で始める、我々が保護者だ、あ、ちげえよ、盟友たちは保護者じゃなくて俺の友達だもん、 A、 十分なスペースを取ってプレイしてください、椅子あっち行って、あっち行って、椅子、よし、 OK、 大丈夫、えい、
こんにちは。こんにちは。リングフィットアドベンチャーにようこそ。こちらこそ。これから冒険をしながら楽しくリングフィットネスしていきましょう。はい。突然ですが、何？大切なことがあります。何ですか？改まって。正しい姿勢で行うことです。ほう。同じトレーニングをしているつもりでも姿勢を間違えると効果半減です。それはもったいない。正しい姿勢のプロをお呼びしましょう。ゲスト紹介します。ドキドキ。みぶりさんです。はじめまして。みぶりさん、正しい姿勢を実演してくれます。お、正しい姿勢を身につけるとより質の高い効果が期待できます。真似して、はい、効率よくやりましょう。効率中。基本操作を練習、はい。カーソルを上下させてきたを選択してみましょう。お、できた。いいですね。やった、褒められると嬉しい。できた。バッチリ。センキュー。リング操作がしづらいときはスティックとボタンでも OK。 はい。あなたに合った運動負荷を決めたいのでいくつか質問させてください。おー、どんとこい。性別男性。あなたの年齢10スティックとボタンね。はいはいはい。スティックとボタンプラス、はい、13歳です。はい。そこそこしてると思います。あ、女の子って言うなよ。13歳、中学2年生、男やぞ。そうそう、そうだよ。嘘じゃないよ、本当だよ。どのくらい、体が勝手にお気軽を。ガチンコ、マサルならガチンコ。そうだよ、ガチンコでいいよ。かなりのきつさなので覚悟を持って挑みましょう。その分高い引き締めを頑張るよ。あ、なるほどなるほど。お、分かってきた。あ、本当にそれだけで俺のこと分かったつもりになっちゃってる。運動負荷の計算中。ドキドキ。設定されちゃった。きつすぎたり楽すぎたりしたら毎日挑戦しますので安心してくださいね。あ、優しい。よかった。あなたの体重を教えてください。まあだいたい、そうだね。だいたいこれ、あの、もしかして映らない？あ、だいたい40。よいしょ。はい。アバウチ。嘘じゃないよ。別に持ってないもん。そんなないでしょ。最近増えてきたから大丈夫。夕飯の後とかは40いくもん。足踏みの振動が気になる場合は通常で大丈夫。マイメニューで変更権。はい。リングコンとレッグバンド、力に合わせて調整。はい。押し込む力、引っ張る力に合わせて。リングコンを両手で持ち前に向けましょう。全力でリングコンを内側に押し込んでください。全力。え、これ待って、ちょっと待って、すいません、戻って。前に向けて。え、これ自分の腕伸ばしてていいの？全力ってことは腕曲げていいんだよね。肘曲げるよ。です。
張る力。はい、はい、リングコンを両手で持ち前に向けましょう。押し引きしない。はい、全力でリングコンを左右に引っ張ってください。はい、OK、以上。はい、ありがとう。走り方軽めのジョギング。リクバンド、はい、大丈夫。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で軽くジョギングをしてください。ほう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 。イヤホンがめちゃめちゃ揺れる。 OK です。はい、速いジョギング。これ音うるさくない？大丈夫？ドタバタしてない？足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で早めのジョギングをしてください。大丈夫？うるさくない？大丈夫？ OK です。 OK。 あ、さあ、Bluetooth のイヤホンでやればよかった。設定しときゃよかった。大丈夫？よかった。さあ、最後は大事だ。何？大事？ダイナミックストレッチ？全身を大きくリズミカルに動かして行うストレッチで筋肉の温度を上昇させ関節可動域を広げることで運動前のウォーミングアップに適した効果が得られるとされています。全集中の呼吸ストレッチといえば集中。イブリさん聞いてますか？実際にやってみた方が早い。はい、真似して。今からダイナミックストレッチを始めます。はい。身振りさんは鏡に映った自分だと思いましょう。もう一人の俺。それではミュージックスタート。身振りさんに合わせて動きましょう。はい、3、2、1。はい、膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。はい、はい、はい、前鏡にならないように気をつけましょう。あのですね、ラスト1回、投影が、はい、OK です。ブチ切れますね。次はかかと上げストレッチ。顔がね、内くるぶしを上げて遮っちゃうからね。リングコンにタッチしましょう。内くるぶし、くるぶしが上を向くように意識しましょう。ちょっと、あのイヤホンのコードがめちゃめちゃ邪魔。ちょっと、OK です。すまん、身振りさん。続いて背伸ばしストレッチ。鏡なのにな。大きく踏み込んで腰を落とします。はい、あー、なるほど。膝が前に出過ぎないように気をつけましょう。難しいんだな。配信でやるのむずい。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ。どうしよう。よいしょ、よいしょ、はい、OK です。はい、最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。はい、よいしょ。体が後ろに反らないように注意しましょう。はい、はい、はい、息を吐きながら体を倒しましょう。はあ、息吐いてたら喋れない。ラスト1回ずつ。よいしょ、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ふう、いっぱい運動したね。もうマッチョだ。いよいよアドベンチャーの世界に出発です。もうだいぶお腹いっぱいかな。準備運動、はいはいはい、そうだね、まだウォーミングアップですね。はい、心の準備は OK ですか？タオルや水の準備、水筒はある。タオルは大丈夫、引き出し開ければある。 OK。 そうだ、俺ガチンココース選んじゃったじゃん。やべえな。見た目は大事。はい、あ、かっこいい。目の色、俺と一緒にしたい。違う、もう一個上。あー、むずい。こうハンドル。いや、俺さっき地球儀って振りましたせいかな、なんか反応が。コントローラーでやろう。カクカクしてた。
オープニングムービーいいかな、見た方がいいかな、見るか。5分、ちょっと休憩しつつ、よいしょ、目を覚ますとそこはリングフィットアドベンチャーの世界だった。ふう、この間にお茶飲もう。何か聞こえる、この声は。はっ、リングコンが空を飛んでいる。力が欲しいか。なあ、力が欲しいのか。さあ、俺を手に取るんだ。え、待って、D、はい、はいはいはい。何ですか？え、これムービーじゃないの？ OK、進むの？はい。うん。そう、お前だ、D。ここから俺を出してくれ。さすれば世界の半分をお前にやろう。そういう話？違う。あ、くれるんじゃないの。あ、世界が大変なことになっちゃう。ああ、そっちのルートね。なるほどね。リングコン引っ張り、ウィー、よいしょ、高速が解かれた。蛍光灯やんけ。すごい、待って、俺の持ってるさ、リングコンブルブルする、すげえ。これなんかやっちゃいました。悪魔やんけ。大丈夫これ、まんまと騙されおって間抜けなやつ。そんな、どう見たってあれ聖なる異物だったじゃん。まがまがしい容器放ってなかったよ。それにしても忌々しいリング目、この俺をあんなところに閉じ込めやがって。俺の力はもうすぐ完成する、もう誰にも邪魔はさせん。そんな、まあいっか、別に。待てドラゴ、大丈夫だろう。誰？あれ？ああ、驚かしてごめんよ。喋った！きえー！喋った。あいつはドラゴ。闇のオーラを放つドラゴ。まさかあんな力が残っていたなんて。いや、そんなことよりあなたは。僕はリング。まんまだな。あいつの放つ闇のオーラはいろんなものを狂わせるんだ。へえ。このまま放っておくと世界が闇のオーラに包まれ大変なことに。ただもう僕だけの力では。お前も輪っかならなんか封印されてないの？解放したら強くなれるとかじゃないの？ん？君は心人間じゃなさそうだね。そうだった。でも、なかなか。出会いとトレーニングは場所を選ばず。僕にちょっと右手をかざしてみてくれないかな。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。え、何？何それ？これ？測定しています。そのまま動かさないでください。何これ？何測られてるの？怖い。何？俺の心拍？H。何？眩しい。オリンピックの聖火みたいになっちゃった。何これ、リングってそういうこと？五輪なの？
え、死んだ。あ、生きた。シンクロ完了。はい、これで僕らは一心同体。さあドラゴンを追いかけよう。いや、そんな勝手に決められても、俺あの学校とかありますし。え、も、もちろん一緒に行ってくれるよね。いや、そんな、別に俺ナロー系主人公とかじゃないし、あの学校あるし、ただでとは言わないかな。君が運動すればするほど僕らはシンクロし、髪の炎が燃え上がるんだ。それで、あの、はいって言うと思う？これからよろしく。髪の毛燃えるから行きたいってなると思う？そのウィンク聞いちゃったな。ちょっと可愛かったかな。頑張るか。しょうがないな。ドラゴのやつあんなところに。ああ、でも大丈夫、筋肉は熱いうちに打て。はい、えい。ドラゴから離れたれていたこんな紫色のオーラ覚えてる？うん、なんか綺麗だった。心の隙間に入り込み宿主を乗っ取る闇のオーラなんだった。なんだって？一刻も早くあいつを止める。はい、いきなりこんなこと言ってもよくわかんないよね。大丈夫？なんかゲームっぽい。まだ不安だと思うけど、しっかりサポートするから安心して。わかった、頼むぞ。出発する。はい、一の井池。わー、綺麗。ファンタジー。ゴールを目指そう。さあ行こう。はい。お、お、おお、走ってる。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。はーい。思ったまま走ってればいい。テク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 。これカーブとかってどうすんだろう。僕を押し込んでみてよ。何？空気砲が撃てるんだ。すげえ、覚えておいてね。ダンボールとかで昔作ったやつだ。線香とか入れてさ、これバンって。はあ、すげえ、本で見たやつ。空気砲。テク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 。え、これ体勝手に曲がんの？空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。メイユボスン。こっち向いてボフン。え、あ、何？え、何やった今？あれ？あ、この箱を壊すんだ。へえ、オッケーオッケー。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。オッケー、了解。え、箱ないね。お、扉が見えてきたね。見えた。あれか、これを壊せばいい。え、なに、バカみたいじゃん。扉に向かってずっと走って、グイグイグイ。そう、いいね。オッケーオッケー。あのバグったさ、プレイヤーみたいな、バグったボットみたいになっちゃった。扉に向かってずっと走り続けるやつ。よし、いいね。こういうことね。オッケー。お、段差があるね。段差？ああ、あれ？どうすんの？僕を下に向けて押し込んでみて。あ、え、すげえ、飛んだ。えい、すげえ。え、なんかおならジャンプみたい。ちょっと見た目恥ずかしい。まあいいや、こうしないとジャンプ力足りないからな。よし、いいよ。
で、これはボフン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 。なるほどね、分かってきたよ。オッケー。え、このずっと飛べばさ楽じゃないの？太ももを高く上げると登りやすいよ。太もも、はい、膝をもっと高く、はいはいはい。ああ、イヤホンの紐がその感じバウンバウンする。え、なにこれ、五円玉がいっぱい、チャリンチャリン。で、え、これは、なんで、え、綺麗だ。え、これ降りるの？すげえ、景色がいい。ボンボン。なんか音楽盛り上がってきてるよ。下に、え、あ、これ飛ぶの、飛ぶの、飛ぶのか。あー、でかいの取れなかった、間に合わなかった。あ、バーン、オッケー、これでメダルを回収して行く。え、これ俺歩いてんの、もっと走んないとダメ。ちょっと待って、はい、僕を左右に強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。よー、うー、足りない、よいしょ、そう、その感じ。さあ進もう、はい、そっか、もっと速く走んなきゃダメなんだ。俺歩いてたんだずっと。あ、あ、吸ってない、吸ってない、足りない。ゴール。さあビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。ビクトリー、足を大きく開く、腰を下げてスクワットパワーを貯めて、キープ、全身を伸ばして、えい、ビクトリー、ビクトリー。お、調べる、はい、えい、もうさっきより波がすごい大きい。適度な運動、いい感じらしい。はい、次へ。いいね、いいね、こんなに早くこの世界に馴染むなんてびっくりしちゃったよ。やったぜ、いろんな世界線を漂流してるからな。さあ、習うより走れだったでしょ。この調子でどんどん先に進んでいこう。はい、これはこう、次の場所、えい、うん、そうやすやすとドラゴのところにたどり着けるとは思えない。よし、そろそろ気を引き締めていこう。オッケー、気をどう、よいしょ、出発する、頑張れ、ありがとう、頑張る、普通に楽しそう、うん、楽しい。なんか座ってゲームしてるより体動かすの好き。手下の魔物、はい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 、どこにでも現れる、なんだって、もしかしたらここにも絶対出てくるやつだ。どこどこ、いる？いる？いる？え、どれ？いる？こう早く走れば走るほど分かんなくなりそう。押し込み続けてみて。あ、飛んでる飛んでる。あ、ここね。オッケー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 。えい！ナイス。え、わあ、足くじくやつじゃん。グヒッ。痛い。こいつ足丈夫。絶対グキってなるやつなんだ。よう耐えたな。で、で、で、走って走って。下に押し込んで飛ぶーしょーい。でかいコインだ。やった。はい。なに、なんかいる、なんかいる、なんかいる。こら、こら、こら。え？
り現れたね。今ので大丈夫だったんだ。何これ、オタマジャクシ。ドラゴンが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できないんだ。足生えてる、カエルになりかけのやつだ。でも安心していいよ。はい、フィットバトルなら僕に任せて。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。ほう、まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。オッケー、お前は肩慣らし。フィットスキルを使って敵を倒そう。へい、傾けるのね。スキルを選んで攻撃だ。スクワットとかバンザイプリ、なんかいろいろある。え、どれにしよう。椅子、椅子のポーズ。ゆっくりと動こう。身振りさんを参考にする。足を肩幅に開き、つま先を平行に、はい。ゆっくりと腰を落とす、はい。両手をまっすぐ上、はい。ゆっくり倒そう。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。胸と肩のストレッチ効果も期待できるよ。これみんなに伝わんないね。ちょっと動く、よくやりきったね。ああ腹筋ガードガードを立って足を肩幅にして左に回し、グリップを、グリップを腹に当てる。横にしてお腹にグーってすんだ。あー、押し込むとき足は軽く曲げて。足曲げる、はい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 。腹筋ガード、よいしょ。さあ耐えた。スキルを選ぼう。座るのはちょっと難しいから、どれにしようか。どれがいいかな。バンザイプッシュ、あ、バンザイプッシュがいい。これ万歳プッシュ。足を肩幅に開き、両手を上げる、はい。1,2,3、押し込んで、この状態で押し込むの結構きつい。はい、戻した、はい。もっとしっかりリングコーンを押し込もう。はい、ぐー、上に上げて押すのきつい。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。大丈夫、戻して、はい。押し込んでー、キープして、戻せ。よくなったよ。あと何回、9回これ。あと8、しぶとい。よいしょ、よいしょ、あと6回。マジか、ペース上げていこう。ペースアップ。あ、すごい、リングは味方なの、敵なの、どっちなの。いいバトルだったよ。ありがとうございます。そう、味方なんだね、本当に。お茶を飲ませてくれ。これがガチンコレベルの難易度ですか。運動するとエクササイズポイントが溜まってレベルアップ。ほー、オッケー、持ちそう、全然余裕。なかなかやるね。いい、フットバトルは君の成長への一番の近道。オッケー、逃げずに戦う。よっしゃ、行くぜ、走れ走れ。おっほっほっほっ、バーン。あは、足速い、足速い。うわ、床が、壊れてる、床壊れてる、危ない。よ、夢に見るやつじゃん、壊れてく床、走り抜けろみたいな。よいしょ、あー、ミスった、下向けないといけないんだった。よいしょ、階段はいっぱい、あ、
足を跳ねさすって言ってたさっき。あれなんでダメ。あれ膝をもっと高く、はい、はいはいはい。あエンカウント、赤ホップ。スキルを選ぼう。スクワットかな。えい、スクワット、はい、まっすぐ。さあ行くよ。下げて、つま先より前に出さないように。はい、戻して、はい、下げて、キープ、戻して、よいしょ。伝わんないね。今俺ちゃんとスクワットしてっから。いいよ、いいぞ。あと8、いいね、よいしょ、いいぞいいぞ。上下の動きも伝わればいいのに。ペースアップだ、ペースアップ、はい、オッケー。あと4回、よし、あと3回、3回、はい、よし、よしよし、よいしょ、ラスト1回、し、オッケー、よし、気は抜かないで。神田さん30回だった。スキルを選んで攻撃だ。俺13歳だから優しいのかな、もしかして。万歳プッシュしよう。万歳プッシュ、さっきのやつ。よし動こう、どこ押し込んで、あーさあこれきついやつだった、間違えた、取らないように、よしよし、いこれが一番苦手。押し込んでキープして戻して、はい、押し込んでキープして戻して、はい、押し込んで、あと10回、キレキレ、いいじゃん、あと8、すごい、いいね。これみんなもやってみてよ、両腕をさ頭の上にやってさ、あの枕かなんかをさ頭の上に持ってさ、ギュッと押し込んでみてよ。結構きついぞこれ。よっしゃ、オッケー。全40種類以上あるの。へえ。冒険を進めるとスキルをゲットできる、いろんな種類に変わるんだ。はあ、うん、この調子ならフィットバトル問題なさそう。せやろうか、本当に。よいしょよいしょ、そしたして、ウィー、うまい、でかいコインやった。え、なにこれ、大丈夫、ゴール、イエーイ。腰を下げて、下げて、はい、キープして、伸ばして、ビクトリー、ビクトリー、さーい。ふぅ、調べる、親指の腹当てる、ドキドキ。あ、なんかさっきとまた違う、なんだこの動き、あれ、適度な運動、いい感じ。よっしゃ、心乱れてるね。さあ仕上がってきたね。ねえ、習うより走れだね、そんな気がしてきた。ドラゴンはまだ俺の、そうだね、 D の力知らないね、油断してるね、その辺の中学2年生だと思ってんね。マイメニュー、はあ、さあ、はい、これマイメニュー、おお、今日どんぐらいやったよってのが分かるんだ。クールダウン、なるほど、いいね、これ俺遊び終わったら母さんにも貸してあげよう、多分親父とかも絶対好きだこれ。ドラゴスタディオン、もうボスなんですか、いいんですか、
もうラスボスに挑んじゃっていいんですか。闇のオーラは鍛えれば鍛えるほど強くなる。今も過酷なトレーニングを続けているに違いない。なんだって。あ、伝えたくない。水分補給する。お茶飲む。優しいね、ありがとう。させてください。よし。お茶飲んだ。膝痛くない。大丈夫。行くぞ。深呼吸して出発しよう。はい。ドラゴンに勝とう。はい、勝つ。うん。長期戦だね。なんで呼吸を制するもの、筋肉を制する、つらくなった。はい。はい。勝つぞ。走れ走れ。ドラゴのやつ、あれ、いつの間にこんな長い階段を。階段は膝を高くする。膝を、そう、膝を高くして駆け上がる。よよ、ほほほ、てててててててい、やほやそやと、いかおほやとやくえい、あ、もう語彙がない。バリエーションが少ない。レベルアップ。3ボーナス。センキューセンキュー。あとはドラゴン目指すのみ。はい、ドラゴン出てこいや。あ、全然メダル取ってなかった。はあ、腕立て伏せしてる。ちょっとかわいい。ドラゴンの口可愛くない？ジョギング、はい。せかすな。え、腕立てする敵可愛くない？え、ラスボスも筋トレするんだね。トレーニングは継続なり。確かお前の言葉だったよな、リング。なのにお前に閉じ込められたせいですっかり体がなまっちまったよ。筋トレしたかったのに筋トレさせてもらえなかったからこじらせちゃったの。なんだ、そいつが次の相棒か。彼のことはお前には関係ないだろ。いいから僕の話を聞くんだ。これさあ、 NTR、 チワ喧嘩に巻き込まれたやつ？あれ、俺 NTR しちゃったのはね、ごめん、リング返す、リングあげるから。これあげるよ。怒んないで。すごい。
形だわ。100点。まあいい、俺のトレーニングを邪魔するやつは誰であろうとぶっ潰すだけだ。そんな、脳みそまで筋肉になっちゃって。スキルを選んで攻撃だ。スクワット。スクワット。はい。肩幅に開いてまっすぐ前に向ける。はい。1、2、3。よし、動こう。下げてー。息を吸いながら足を曲げよう。よしよし。素晴らしい。よいしょ。戻して。オッケー。よいしょ。ナイス。11。オッケー。大腿四頭筋。はい。よいしょ。あと9回。あと8。よいしょ。7。よし。よーく。よし。本当だ。待って。いや、コメントで気づいたけど、ドラゴンの体力多くね。あと3回って思ってたけど、これ終わった後も絶対なんかやらないといけないやつ。よっしゃ。よし。血は抜かないで。あ、腹筋ガード。はい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 。お腹に当ててグーッ。しっかりと押し込みつけて。はい、押してる。入れてるって力。はいはいはい。はい、キープ。さあ、スキルを選ぼう。バンザイプッシュ。バンザイプッシュ。はい、これ辛いよ。よし、動こう。はい、手を軽く曲げると。押し込んで。はい、戻して。よしよし。いいぞいいぞ。いいよ。よいしょ。そう。あと10回。これさ、明日一からの事務所行くのに。もっとしっかり。筋肉痛なんじゃないの。あと6。どんどん行こう。どない。あと4回。よしよし。あと3回。電車乗るのに。よしよし。ラスト1回。オッケー。終わり。いい動きだったよ。筋トレしながら筋トレメニューを考えてる。考えるポーズ。取りなよ。かわいい。椅子のポーズ。椅子のポーズ。ゆっくりと腰を下ろし、はい、両手まっすぐ上、はい。よし。オッケー。ゆっくり倒そう。お手本の速さに合わせて、膝とつま先は正面に向け平行に。太ももだ。キツキツしてきた。よいしょ。腹筋ガード。それ半分なの。はい、腹筋ガード。はい。息を吐きながらお腹に力を入れて。まだ来るよ。まだ来るの。まだダメ。まだまだ行くよ。スキルを選んで。あのさ、ドラゴのライフ半分じゃん。右下に映って、あ、見える？見えない。俺の体で見えない。あのライフが、俺のライフがあと半分。見える。1.5 しかない。やばい。どっちが先になくなるのかな。まずい。これさ、ニートゥーチェストを座るから難しい気がする。できっかな。座らないやつがいいんだけど、配信だから。スクワット。スクワット。ペースを上げる。はい。よし、動こう。そっか、負けたらもう一回。やだー。よし、内股にならない。はい。ドラゴンのライフって自然回復してんのこれ。よしよし。よいしょ。いいよ。俺の太もも壊れる。それよいしょ。してない。いいよ。自然回復はしない。よかった。よいしょ。いや、あと6回。よいしょ。いいね。自分を追い込んでいこう。自分を追い込んでいく。しっかり戻そう。戻せ。はい。いける。あと3回。やっぱりお前が
敵なのか味方なのか分かんなくなってきたよ。そしてはい、戻せ、はい、よし、動きだったよ、ありがとう、腹筋ガード、はい、グー、腕じゃなくお腹に力を入れよう、まずい、俺のライフが、あー、やばい、ハートが少ないよ、気をつけて。ハートってどうやって回復すんのこれ、椅子が一番楽、ちょっとしょうがねえな、最終手段だ、 iPhone X ちょっと移動しようか、これでやるぞ、座ろう、回復手段ないの、これまずいんじゃない、足りる、ニートゥーチェストやってみよう、ニートゥーチェスト、リングコー置く、はい、両手で上半身を支え、両手で上半身を支え、支え、で床に座り足を伸ばす、はい、さあ行くよ、できてる、膝を曲げるときはお腹に力を入れよう、よしよし、ああこういうことか、オッケーオッケーオッケー、いいよ、よいしょ、やばい、いいよ、スイッチの画面がすごい、スイッチのせいでテレビ画面が見えない、オッケー、あと9回、いいね、よいしょ、その調子、あのね、足の付け根が重い、よしよし、足が完璧、ちょっと休憩、ちょっと休憩、しっかり決めた、ごめんなさい、すいませんでした、ペース上げていこう、はい、ペース上げ、はい、いいよ、はい、やべ、ちょっとでもサボるとバレるのな、これあと3回、あと3、はい、よし、あと2、よし、ラスト1回、あと1、はい、休まない、はい、怒らないでよ、なんでこいつこんな余裕なの、ハートが少ないよ、気をつけて、気をつけてるつもりではあるんだ、どうやったら回復するんだ、よいしょ、ふ、立ち上がりました、椅子のポーズ、待って、攻撃力は全部30だもんね、どうしようもねえな、これ腕のやつがいい、椅子のポーズ、はい、両腕まっすぐ、はい、ゆっくり倒そう、ちょっと動きが早いよ、すいませんでした、肩に力を入れすぎないように、はい、もう少しゆっくり動こう、ゆっくり、はい、早く終わりたくて体が早く動いちゃうんです、ちょっと動きが早いよ、太ももが、よくやりきったね、腹筋ガード、まずい、これもう耐えらんない、やばい、やだ、待って、これ食らったら俺死ぬじゃん、無理だ、耐えらんない、これでもやるしかないさよなら、腹筋ガード、足は軽く曲げて、はい、やだ、死んだ、そんな、撮影しました、何を、何撮影したの、何撮ったの、ちょっと聞いてないよ、何、俺なんかカメラ当たっちゃった、さあ焦ることはないさ、Dのペースでゆっくり進めばいいよ、やだ、倒す、あいつ、水分補給します、はい、お茶を飲みます、休まない、休憩、はぁ、やだよ、俺あいつに勝つもん、よし、あ、膝痛くない、水分補給終わってる、大丈夫、よし、深呼吸して、オッケー、やめてさ、クリアするまでやめないよ、本当に痛くないよ、
バトルの直前いいですか、あの道中はカットしてもいいよね。え、さっき一回やったもん。行くぜ。うん、汗かくもんには服着たらさあ進もう。はい、とっ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 と、頼もう。お前だけがトレーニングしてると思うなよ。さあスキルを選ぼう。どれがいいかな。ちょっと足きてるから腕かな。バンザイプッシュ。さあ行くよ。いいぞ。出るときに腰が反らないように。はい、戻して。すごい。いいぞ。もっとしっかりリングボムを押し込もう。これさ、画面の前のさ、みんなもやってよ。これはあれだよ、あの俺だけが頑張っても勝てないから、みんなの力を俺に集められる的な、そういう流れでしょ。やってる、ありがとう。だいたいこういうのってさ、仲間の力を合わせて最後のボス倒すんだよ。いざ、ね、そうヒーローショーだよ。マサル頑張れって言うて、キープ。耐えて。スキルを選んで。椅子のポーズ。よいしょ。腕を上げ上にして、ゆっくりと腰を下ろして、はい、3、2、1、ゴー。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。下半身の筋肉を鍛えて代謝を上げよう。最高だったよ。最高、本当にやった。しっかり水分も取りなよ。はい、そうしましょう。ニートゥチェストしよう。これにしよう。よいしょ。これやるときはちょっと低い位置にしないといけないから、よし、ポチポチ。ニートゥチェスト。足を伸ばす。はい、よし、オッケー、来い。さあ行くよ。上げて、膝の伸ばしすぎはお尻に負担がかかるよ。よいよ、最高。キープ戻して。素晴らしい、はい、上げて、キープして、戻して、あと11。よしよし、いい動き、いい動き、センキュー。よしよし、キレッキレ。腹直筋と腸腰筋、はい、もっとしっかり膝を胸に引きつけよう。膝を胸にし、あー、はい、すいません、しっかりキープして、はい、戻して、はい、いい感じ。いいよ、よし。サボってんのバレるのがいいね。スライピースアップ、はい、怒られてんのだって。いける、戻して、はい、はい、上げてキープ、戻して、上げてキープして、戻して、上げてキープして、戻して、はい、よくやったね。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード、待って、焦らないで立ち上がってって言ったのに。腹筋ガード、はい、息を吐きながらお腹に力を入れて、あ、よいしょ、 OK。 まだまだ行くよ。スキルを選ぶ。なんだ、ゆっくり起き上がっていいって言ったくせによ、即ガードしろって言うじゃん。ああ、で、次何やるかな。スクワットかな。はい、スクワット。
まっすぐ前にして。え、俺ガード違う？内股にならないように注意して。おい、もしかしてお腹にちゃんと力入ってない？腹筋ガードが弱いわ。だからもしかしてライフめっちゃ削れるの？そういうこと？体力がないなってんな。俺お腹に押し付ければいいのかと思ってたけど、お腹も力入れなきゃダメなの？俺のお腹プニプニじゃないもん。触ったこともないくせに勝手なこと言うな。プニプニじゃないもん。違うもん。ペース上げていこう。じゃあ次ちゃんと本気のお腹見せるから見てろよ。待ってろよ。違う、柔らかじゃない。その調子、ラスト1回。あと5回。しょ、よくやりきったね。さあ来いよ腹筋ガード。余裕の表情で筋トレ。お前さスキルを選んで。俺の弁解の用紙よこせや。万歳プッシュ、はい、上に上げて、はい来い。さあ行くよ。よいしょ。力を入れてよ。よいしょ。上に来い。はい、みんなコメントしてるけどやってる本当に。力が俺に集まってこないよ。ミラをやんないとドラゴン倒せないよ。うまく動かないときはガスボタンを。やってるやってるってやってたらコメント言ってないじゃん。あー、しっかりキープしてすいませんでした。オーケー、テンサーブ。うわー、あと3回。きつい。あーうーよラスト1回。1ナイス。うそ、いい動きだったよ。さあ腹筋来い。しっかりと押し込み続けよう。まだ来るよ。パートが少ないよ、気をつけて。あ、どうだった？俺、目つぶってたからわかんないんだけど、腹筋、ガードで、やめないし、結構耐えてた？大丈夫？足りない？お茶飲む？プニプニじゃないもん。あと、これ日程テスト。どうしよう、椅子がいいかな。椅子、椅子のポーズ。腰下ろして両手上にして、よいしょ。321来い。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。太りにくい体作りにおすすめの動きだよ。よし、よし、あと2。いける？よくやったね。足りない。腹筋ガード、腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。よいしょ。え、水分補給した。
呼吸もするけど鼻をかみたい。引け引け、やだ。俺引けって言われるとやだってなってやりたくなっちゃう。じゃあ行け、やりな。ありがとう、やる。よし、えい、出発する。はい、行くぜ。またここかなんて思ってないよ。さっきまでの俺と違う、もうレベル4だよ。今の俺はレベル4なんだ。いけるよ。はい、ジョギング、ジョギング。よし、こいつ倒して俺は配信も終えるんだ。いくぜ。スキルを選んで攻撃だ。一番余裕のあるやつからいこう。これ椅子のポーズが一番俺向いてる。落として両手まっすぐで、はい、3、2、1、5。ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう。腕を上げるときは胸を張ろう。よし、一番負担の少ないやつをやってなるべく体力温存してこい。本当の腹筋ガードを見せてやんよ。いくぞ。ふん、腕じゃなくお腹に力を入れよう。よし、グッド。さあスキルを選ぼう。グッドならいいでしょう。万歳プッシュ、万歳プッシュ来い。よし、動こう。え、ダメなの？顎が上がってしまわないように。よし、中3。さっきよりはいい。もっとしっかりリングコーンを押し込もう。よいしょ、いいね、いい感じ。いい感じ、はい。くーそー、ケープー、戻せ。いいぞ、いいぞ。ちょっと待って。よし、はい、あと6回。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。自分を追い込んでいこう。プラスボタン押すとどうなるの？あ、戻して。いや、よし、あと3回。あ、3回。いいよ、あと2。よいしょ、ラスト1回。オッケー、いい動きだったよ。位置がリセットされる。しっかり水分も取りなよ。分かった、水分取る。よいしょ、よし。さて、どうしようかな。ニットチェスト入れっか。サイド座ります。いくぞ。終わった。足伸ばしてる。さあ行くよ。上げて。硬い床の上で行うと腰に良くないよ。よいしょ。よし。よいしょ。輝いてる。あ、ベスト。輝いてる。本当に。俺今輝いてる。すごい。すごい、本当に。いいね。いいね。すごい。いいね。輝いてる。よっしゃ。オッケー。素晴らしい。一三二所属。すごい。いいね。輝いてる。
焦らないで立ち上がろう、はい、腹筋が焦らないでって言ったんだ。待って、あれ、よいしょ、ゆっくりじゃダメなの？なんでそんな腹筋ガードで焦らせるの？よいしょ、鬼悪魔リング、よいしょ、プラス、あ、これでいいのか、よし、左に回し、グリップ腹に当てて、大丈夫だと思うんだけどな、今度こそ、よいしょ、押し込み続ける、しっかりと押し込み続けよう、よいしょ、グッと、疲れてきたかな、頑張れ、減ってる、え、腹筋ダメ、力が弱い、あー、もっとギュッてしないとダメ、くそ、椅子のポーズ、腰を落として両手まっすぐ上、はい、ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう、膝とつま先は正面に向け平行に、よくやりきったね、ベストを出さないとダメなのか、腹筋ガードがまた、よし、今度こそ行くぞ、せーの、ゲー、息を吐きながらお腹に力を入れて、あ、ベスト、ハートが少ないよ、ベスト出た、いや、できた、できた、やった、よっしゃ、よし、さあ、万歳プッシュ、万歳プッシュ、輝いてる、よし、コツがつかめてきた、いける、いいぞ、腰が取らないように、よし、ベスト、よし、ベスト、その調子、よいしょ、今の腹筋ガード忘れない、しナイス、まず10回、キレッキレ、キレッキレ、あれ、よいしょ、あと6回、よいしょ、でペース上げていこう、鬼、その調子、あと3回、悪魔、いいよ、いいよいいよ、ラスト1回、よし、気は抜かないで、はい、ハートが少ないよ、気をつけて、待ってるよ、お茶を飲むよ、椅子かな、椅子で行こう、椅子、椅子のポーズ、はい、23、ゆっくり倒そう、これで決める、ゆっくり戻そう、腰が大きく後ろに反りすぎないように、よし、腰を反らせない、いける、やっちまえ、さあ、倒した、やった、汗が輝いてたよ、ユーミービューティフォー、グッジョブ、イケメン、かっこいい、超イケてる、レベル5、ありがとう、倒した、キレッキレや、やった、下げてプッシュを覚えた、セットしますが、はい、
ったぜ。イケメンムキムキバーチャルライバーの誕生だ。クリア。地面からエネルギーを全身に取り込んで。天に向かって放出だ。ビクトリー。イエーイ。はい。ドキドキ。どうですか？おお、ちょっとずつやっぱ心拍上がってるね。ドラゴスタジオンクリア。ぐね、まだ力が戻っておらんようだな。じい、これでお前も完全に俺の敵だ。そいつと関わったことを後悔するんだな。あ、飛んだ。どこ行くの？あれ？ちょっと。逃げられた？俺はあいつを倒して世界を救ったんじゃないの？違うの？でも今回ではっきりしたことがある。あいつはそこまで追い込めたのは D、 君のおかげだ。君は相棒に選んでよかったよ。嬉しいな。でも俺まだお前に対してさっきのあの NTR 疑惑まだ解けてないから、今のあいつを野放しにするのは危険だ。ドラゴは隣の国に逃げたようだし、僕らも急いで追いかけよう。あれ、クリアじゃないんです。あれ、始まりの場所コンプリート、ワード2、夜の国、多分このままやると俺死んじゃうので、今日はここまでにしよう。そうしましょう。こっち。クールダウン。アドベンチャーお疲れ様でした。ありがとうございました。ドラゴさんに勝ちましたね。ありがとう、ありがとう。なかなかハードだったと思います。頑張りましたね。そうだね、ガチンコ選んじゃったもんね。はい、クールダウンに入ります。はい、振り返りをしていきますが、待っていますので着替えてから見てくださいね。いいよ、このまま行こう。めっちゃ頑張ったな。えらい、万歳プッシュ92回もやってる。頑張った、ありがとう、ありがとう。また続きやりたいね。だいたい1時間ちょっとぐらいでいけそうな気がする、慣れれば。それではスタティックストレッチを始めます。はい。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。筋トレは 2,3 日おき。ほうほうほう。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。また配信の予定の合間縫ってスケジュール入れたいと思う。体を伸ばしていきましょう。ありがとう。はい、体を横に伸ばします。よいしょ。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。はい、反対側。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。先に言って無理しないぐらい。ゆっくり体を戻します。はい、左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。はい、食事の際は野菜や海藻から食べ始めるのがおすすめです。血糖値の急上昇を防いでくれます。反対側も同じように行います。そういうアドバイスもしてくれるんだ。
星が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。はい。ニンニクの匂いの元になるアリシン、ビタミン B1 の吸収を助ける効果があります。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。はい。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ぐいぐい。あ、これ膝曲げんだ。はい。つまずくことが多くなったら筋肉が弱っているのかも。太ももとお尻を鍛えましょう。右足を前にして足を交差します。右足を体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。うん。そのままもう少しキープしましょう。体が硬い。体を起こし足を入れ替えます。足を入れ替えて反対側も伸ばしていきましょう。あ、だだだだだ。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。硬いよ。腰から順番にゆっくり体を起こします。はい。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。家計的にもね、硬いんだみんな。足を入れ替えます。お腹はプニプニじゃないもん。ちゃんとベストを出せたでしょ最後。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。コツが分かってなかっただけだもん。ちゃんと腹筋カチカチだし、違うし。ゆっくり体を戻します。よし。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう、楽しかった。これからカチカチになろうな、なろうな。では最後に運動後の豆知識を。はい。痩せたければ食べなきゃいいと思ってませんか？極端な食事制限は逆効果かもしれません。なんだって？あ、メンバーありがとうございます。よろしくだよ。詳しくはこちらを見てみましょう。でん、これ知ってる。これ前配信で言ったことあるね。食べないと、そう、栄養取らなきゃってなってさ、体がさ、かえって溜め込んじゃうから、むしろ太るってやつはね。みんなもちゃんとご飯食べるんやぞ。ぞ。今日のクールダウンはこれでおしまい。時間またすぐ始めれるように充電。はい。さよなら、さよなら。ありがとう。セーブ中。ありがとうございました。いや、なんか突発でやりたくなっちゃって始めちゃったけど、面白かったです。リングフィット、リングフィットアドベンチャー。タイトル覚えられていない。これみんなもやってほしい。これ家ですごい筋トレができる、おすすめ。まだね、続きのお話もあるみたいなので、また配信で遊ばせてもらいます。ありがとうございました。チャンネル登録と評価ボタンとツイッターフォローお願いします。ありがとう。じゃあ明日、また19時からかすみのチャンネルでおなえのコラボで、月曜日の夜には、月曜日の夜には ASMR 練習会やりますので、またよかったら配信遊びに来てください。ありがとう。じゃあの、ルーサーマキズです。また遊ぼうね。バイバイ。よいしょ。こっち。待って、スーパーチャットのお名前呼びしてない。して
っちゃダメだって思ってたけど、このゲームやっていいんだって、ごめん。で、忘れてた、名前呼ぶの忘れてた、ごめんなさい。こう帰っちゃったかな、ごめん。ちょっと呼ばせて、名前呼ばせて、ごめんなさい、すいません。あのスポーツしてたから、ちょっとやってる最中にもコメント反応できなかったし、申し訳、許して。よいしょ、呼んでいくね、ごめんね。あれ配信切れてないよね、大丈夫だよね、すいませんした、呼んでいくよ。よいしょ、ありがとう。帰っちゃってた人いたらごめんね、アーカイブで気づいてもらえるといいな、ツイッターでも言おう、そうしよう。じゃあ呼んでいきます。天然お水さん、二次三次ランド観覧車マラソンマサル引けなくて泣いたけど、帰りに配信見れて助かったばい。二次三次ランド遊び来てくれてありがとう。なんかね、観覧車ガチャ結構なシビアなあの確率らしくて申し訳ねえ。あのでも引こうと思って挑んでくれたのすごい嬉しいし、あの配信遊び来てくれてありがとうね。なんとかあの乗れなかった人にも見てもらえるような何かを運営さんになんとかしてくれ、頼むありがとう。山本光のチャンネルさん、あれ名前合ってるかな、光じゃないかな、明かな、違ってたらごめん、ダジャレ助かります、ありがとうございます。シビトさん、腹筋ある証拠としてセットメニューのポッコリお腹解消コースをしっかりでやってみな。そんなコースあるの、え、販売されるか分かんない、俺も分かんない、あの梅さんそういうの後からこっそり決めるから分かんない。お腹ポッコリ解消コースってのがあるらしい。ポッコリじゃないよ、俺割とウエストはシュッとしてるって自負しているよ、してるよ。だから今度署名するね、じゃん見てろよ。キョンバカイザーさん、バルクハラスメント、バルハラですね、わかります、どういうこと、どういうこっちゃ。クラヤさん、お腹プニプニだい、プニプニじゃないもん、違うよバカ。ロクアカさん、ビクトリービクトリー。リケさん、キョムさん、おめでとうのお茶だ、ゆっくり休んでありがとう、お茶飲もう。うちゃうめ。シュー、切な推し、二次三次箱押しさん、ありがとう。明日は筋肉痛だね。そうだね、もうすでになんかちょっとお腹ピキピキし始めてるな。サバキャベツさん、プロテイン代センキュー。実はプロテイン飲んだことない、飲むと筋肉つくの、つくのかな、ちょっと買ってみようかな、プロテイン気になってはいる。シシマルさん、輝いてるよ、やったペカー、ありがとう。鈴木マサル、輝いてる。ギムレットさん、ムキムキ大センキュー、ムキムキになっていく、見てて。リュンクスセッキさん、読み方違ってたらごめん。 RYNXSEKKI さん、ビクトリー大センキュー、ビクトリー。インフィさん、マサルくんの輝く汗に、今ね汗をねこう拭う仕草してる、伝わる、これ輝く汗、センキュー。民名さん、お疲れ様、輝いてるよ、センキュー、ペカー、キラキラキラ。当たり目さん、マサルくんのプニプニお腹だい、だからプニプニじゃないってば、くそ。
触ったらすぐわかるのに。おお腹本当に硬いんだよ。ギュってしたらちゃんとカチカチになるよ。くそ、触らせてやりて、俺の腹筋触らせてやりて。ちゃんと硬いよ、ぷよぷよじゃないもん。シー君さんありがとう。ここのお母さんプロテイン代、プロテイン買うしかねえな。せせなぎエムクさん、雨空水色さんお疲れ様でした。お腹プニプニかわいい。だから違うもん。フレディさんドリンク代、やるときは回復してからやってくださいね。そうだね、これ毎日連続でやるもんじゃない気がする。数日空けてまたやりたいと思います、続きのストーリー。ダイイクさんクレアチン代、クレアチンってなんだっけ、調べよう。クレアチン1メチルグアニジの酢酸のことで有機酸の一種である、略語は CR、 筋肉中に存在する。ためになるな、ありがとう。神吉理科川様偉いぞ大、やった偉い。北斗の凛さん、何かが柔らかい台、なんだろう、柔軟かな、脳みそかな、柔らかいな、腹筋ではないな、ありがとう。頭かな、柔らかい、センキュー。よし、これで俺は何か言い忘れたことはないか、大丈夫だね、バッチリだね。今度こそ配信終わるよ。ありがとうございました。改めましてルーサーマキズです。お疲れ様でした。本日2回行動お付き合い感謝、大感謝。また明日コラボで会いましょう。グッバイ、グッバイ、センキュー、ブチュチュチュ、またね。じゃあのー。